手掛けで今回あの代表に選ばれたということで、はいはい、あの感想をお聞かせください。はい、あのコンディションも上がってきているんで、あの今持っている自分の力を出すことでまたあのどれだけできるのかとか新しい課題とか見つかったらいいなと思ってます。まあ、今回の大会のこう一つ目標というかですね、はい、こういうことをこう自分としてはやりたいというところはあるでしょうか。まあ、まず今自分がどこまで体作れてるのかっていうのを知りたいし、本当にチームとしても個人としてもまた新しいなんで課題というかまたワンステップ上がるための新しい課題見つかればいいなと思ってるんで、まあ、そのためにも自分たちの持ってる力を出したいなと思ってます。わかりました、頑張ってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今回あの代表に選ばれた感想を聞かせてください。やっぱり一番最初に思ったのが、まあ、嬉しかったし、まあ、スタートラインに立てたのかなと思ってます。あの今回の大会での、この自分自身のこう目標というかですね、こういうことをこうやりたいというのはあるでしょうか。自分の特徴を生かしたスピードとドリブルを、まあ、見せれたらだって思うのと、あと得点は狙っていきたいです。最後にあのサポーターの皆さんに何かメッセージをお願いします。全力で頑張るんで応援よろしくお願いします。はい、はい、あの一言で尽きてしまうんですけど、ただただびっくりしております。まあ、あの代表に選ばれて、まあ、自分のこの意気込みというかですね、あの決意というかその辺を聞かせていただけますでしょうか。そうですね、あの本当にこういう機会はなかなかないと思いますし、なでしこという世界一の素晴らしいチームの中でサッカーできるということで、もうチームに 1% でも 2% でも貢献できるようにしっかり自分のプレーを出していきたいと思います。そうですね、まあ、国際試合に参加できるということで嬉しく思います。今回の目標でのこうご自身での目標というのは。目標、そうですね、まあ、自分らしいプレーがよりよく出せるように頑張りたいと思います。まあ、この後あの、まあ、代表戦があって、まあ、リーグ戦も始まると思うんですけれども、その辺に向けてはいかがでしょうか。そうですね、まだ自分自身チームで優勝したことがないので、あのベレザーというチームで優勝するのが今の目標です。正直自分でもびっくりしました。あの選ばれると思ってなかったですか。ぶっちゃけ選ばれるとは思ってなかったです。こう自分のこうアピールポイントというか、どういうところが評価されたと思いますか。アピールポイントは、そうですね、運動量ですね。あのディフェンスなんですけど、そこからあの攻撃にどんどん関わっていく運動量だったりとか、アップダウンしていくところが自分の、アピールというか長所だと思うんで。今回の大会の中でのこの自分自身のこう目標というか、そういった部分は、まあ、少しでも試合に関われるようにどんどん練習の中で自分のいいところを出していきたいと思います。はい、すいません、はい、どうもありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい。